大阪大学史学部卒業。参議院議員。衆議院議員。1933年12月8日、兵庫県に生まれる。1952年、大阪府立池田高等学校卒業。1958年、大阪大学史学部を卒業する。1965年7月4日、第7回参議院議員通常選挙に、 全国区から公明党公認候補として立候補し、初当選する。1980年6月22日、第12回参議院議員通常選挙に公明党公認立候補として立候補し、当選する。公明党参議院国会対策委員長に就任する。1982年、公職選挙法改正法案の際、民社党とともに、 自民党と応戦する。九百八十三年十二月十八日、第三十七回衆議院議員総選挙に、大阪六区から、北川、義和の後継で公明党公認候補として、立候補し、当選する。衆議院議員に転じた。九百八十六年十二月、公明党大会において、公明党副書記長に就任する。九百九十三年七月、 第40回衆議院議員総選挙に立候補せず、選挙地盤を佐藤茂樹に譲り、政界を引退する。1994年、公明党副委員長に就任する。1994年12月5日、公明党の解散に伴い、公明の結成に参加する。2009年12月12日、心不全のため死去。不法。 八尾秀彦さん76歳イコール元公明党衆院議員毎日新聞 http 毎日 .jp セレクトパーソンニュース 291215k000 メートル 060017000Chtml2009 年12月16日閲覧ありがとうございます